時間がもったいないですからね、ちょっと前の方にね、お急ぎください。もう上陸する時間帯っていうのはもう限られております。次の船がね、来ます。もうスケジュールがね、決められておりますので、申し訳ありませんけれども、ご協力よろしくお願いいたします。それでは第2見学の案内を始めたいと思います。今皆様方、地上を歩きましたね。操業中はね、この地上を歩くのはね、不可能でした。と言いますのは、この辺一帯はね、いろいろな施設がいっぱいあってね、本当にね、足の踏み場ないような状態だったんですよ。人々は船から降りますと、護岸のところにね、左手に、トンネルの入り口があったんですけども、ちょっと金網で囲っておって見えにくいかもしれませんでしたけれどもね、こうトンネルの入り口だったんですけども、皆様の前方にコンクリートの道のようなものがありますね。これはトンネルのね、天井の部分に、当たるところなんですよ。このトンネルね、大きかった、幅ね、3メートルほどのね、トンネルでしたね。しかも豆電球があちこちあったんですけども、本当に暗かったです。当時は下駄履きが多くてね、カランコロンカランコロン、サビショートを響かせておったんですけども、もうこの急カーブを回るとき なんか子供さんたち前から何か来ないかな、体を大きく倒しながらここのカーブをね、回っておったんですけども、この第二見学の場所、ここはね、工業者の心臓部に当たるようなところなんですよ。皆様方の前方にレンガの壁の一部があります。そのもう一つ後ろにね、ちょっと小綺麗な窓枠の建物の一部が見えております。総合事務所跡です。この総合事務所からもう各指令はね、全て各所にね、出されておりましたね。労働者たちは仕事に着く30分前は必ず事務所に入るように、当時は厳しく決められておりましたね。事務所に入るまではね、上田メーター話、世間話をしながらね、ワイワイ言って入ってくるんですけども、事務所に入りますと、作業員さんたちはまずこのヘッドランプ付きのね、ヘルメットを着用しなければなりませんでした。よろしかったら作業員さんたちの雰囲気をちょっと味わってみませんか。ちょっと重たいですよ。いいですか。はい。もう事務所に入るまではね、本当にね、上田メーター話をしながら入ってくるんですけども、このヘルメットを着用した瞬間、本当に、作業員さんたちは無口となりましたね。もう一気に緊張に包まれる瞬間でした。このヘルメットをつけた後ね、厳しい身体検査がありましたね。校内爆発がありますからね、マッチ、ライター、タバコなど持ってないからね、厳しい、身体検査でしたね。このチェックをパスした労働者たちが第一歩を踏みしめた階段、皆様方の右手前方、斜めの階段がありますね。ここに第一歩を踏みしめるんですけども、当時この階段のことを作業員さんたちはね、命の道と呼んで大変大切にしておりましたね。この階段を登った後、丘の方に6、7メートル行きますと、この島最大の建て坑、第二建て坑がありました。
この櫓の高さだけでも47メートルありましたね。この丘がね、46メートルほどです。この丘よりも高い櫓でしたね。この櫓の真下にね、直径6メートル、深さ600メートル余りのね、建坑がありました。この600メートルの建坑を下るために、作業員さんたちが乗った乗り物、有名なゲージという乗り物ですけれども、はい、どうぞ写真ご覧になってください。2階建てでね、一度に40名近くの作業員さんたちがね、乗ることができたんですけども、この乗り物にはね、もう壁もなければドアも何にもありません。獣の檻のようなものでしょう。このスポンポンのこの乗り物に乗ってね、600メートル余りをね、3分少々で下っておりましたね。もう風圧でね、もう耳が裂けるようでしたね。もうめまいはするし、もう私最初乗った時はもう600メートル着いた時にはね、もうパニック状態でね、もう座り込んでしまいましたね。それからなおかつね、数キロ人車でね移動します。それからなおかつですね、また400メートル下がります。キリハと呼ばれる最先端に行くまでね、400メートル下がるんですよ。地上から合算しますとね、ほぼ1000メーター近い、ところで石炭を掘るんですけども、この1000メーター近い、労働環境はどんなものであったかと言いますと、温度もう30度以上、もう夏などはね、もう34、5度ぐらい。三菱はね、昭和31年、校内が絶対に37度以上になったらダメっていう厳しい規則も作っておったんですけども、本当に高温でしたね。もう湿度と言いますとね、もう 95% 以上、もう蒸し風呂の中でね、重労働するようなものなんですよ。労働者たちがね、一番困ったのはね、もうトイレでした。3交代で一度にね、300名ぐらいの作業員が下におれるんですけどもね、下にはね、トイレはありませんでした。300名近い労働者がトイレをどうしたかと皆さん思われますか？トイレがしたくなったらね、このヘッドランプを消します。だいたい2メートルほどの光が届いたんですけどもね、ヘッドランプを消しますと真っ黒系です。もう猫ちゃんのようにね、つま先でちょんちょんと小さな穴を掘ってね、終わったらまたちょんちょんと土をかけておったんですよ。終わった後、お互いに、丁寧に土をかけましょう、当時は申し合わせがあったんですけども、ほんの気持ちだけ、もうちょんで終わる人がもう大変だったんですけどもね、これにね、もう謝って、乗り上げるともう大変だったんですけどもね、このようなね、もう小さな小山、石炭以外の石などみんな集められてましてね、この建坑を上がってきて、先ほどのコンベアを使ってね、みんな向こうの海に捨てられておりましたね。当時この島ではね、もうトイレも垂れ流し、もう燃えないゴミ、生ゴミなど不要なものはみんなもう海に捨てておりました。もうそのため当時はね、非常にこの周囲はね、汚染されておりました。もう夏になってもね、周囲が非常に汚れておりましたのでね、もう特にこの小さな小山がね、塩漬けよろしく分解しないんですよね、もうプカプカ。だから子供さんたちも絶対に泳ぐのはね、厳しく禁じられておりましたね。しかしこの小さなね、小山を狙う輩も多かったんですよ、もう魚さんたち。私この島に来た時びっくりしました。大きい魚がね、よく護岸から見えるのでね、しかし事の次第を知っておった島の人たちはね、この魚を釣らなかったんですけども、長崎から来る釣り人たち、あら大きな魚のいっぱいおるねっても喜びさんでね、釣り上げていましたけれどもね、どんな味だったんでしょうかね。この過酷な8時間労働を終えて、労働者がね、また上に上がってきますけれども、登るときはね、作業に行くときには緊張極まりない、顔つきだったんですけども、階段を降りるときには本当ににこやかな穏やかな顔で降りてきます。この写真の顔ね、まだね、白い方なんですよ。もう夏などはね、汗でべっとり、石炭の粉がね、もうこびりついて真っ黒ですね。もう誰が誰やらわからない、状態で降りてきますね。労働者たちがこの階段を降りて真っ先に行ったところ、皆様方の前方に大きく口を開けたところがありますね。
この4、5メートル先にね、郷土の大きなお風呂があったんですけども、このお風呂にね、直行するんですよ。作業員さんたちはヘルメットを取ってね、作業靴のまま、作業着のままこのお風呂にね、飛び込んでおりました。もう私もね、何十回も掃除させられましたけれどもね、もういつもね、もうイカスミのようにドロドロ、もう湯船の底には石炭の粉が積むほどでしたね。もうここでね、労働者たちはね、今日もね、命あって帰ったんだな、安堵感をね、味わったところなんですよ。しかし、この階段をね、一人で下ることができなかった作業員さんたちもね、たくさんいらっしゃいます。私が来ました昭和36年の7月の夏の暑い時でしたね。同僚がね、鋼鉄のトロッコにね、賛同されましたね。無残な姿で亡くなりました。このトロッコがどれほどの大きさかと言いますとね、6トンの石炭を積むことができる大きなトロッコだったんですけども、これをね、連結させようとしてね、誤ってね、賛同されました。総合事務所から棺を持ってこの作業員を収容するように命令を受けて、ベテラン作業員10名と一緒に現場に急いだんですけれども、この棺を持つベテラン作業員、普段はね、お酒を飲んで喧嘩してね、もう暴れ回る荒くれ男たちですけれども、亡くなった同僚を棺に納める時にはとっても優しい言葉をかけ続けました。当時、亡くなった作業員さんたちの作業員の魂は地下にとどまる、地下にとどまると災いのもとだとよく言われておりました。そのためこの作業員はね、まだ亡くなっていないんだよ、意思表示のためにずっと言葉をかけ続けました。もう苦しかったろう、痛かったろう、もうよ働いたけんね、もうこれからゆっくり休まんね、お互いにいろいろ声を掛け合いながら棺に納めるんですけども、棺に納めた後また人車で移動するんですけども、この人車の土台に直接置かなくて、作業員さんたちは両手でしっかり、棺を支えながら、子供さんも待ってるよ、もう母ちゃんも待ってるよ、もういろいろ声をかけながら地上に上がっていきます。もう地上に上がってきた時にはもう両サイドにはたくさんの同僚たちがヘルメットを取りながらお帰りお帰り、棺を迎えました。棺を持つ作業員さんは、同僚がたくさんお前を迎えているよ、事務所には家族も出迎えているよ、もういろいろ声をかけながらこの棺を遺族に渡した覚えがありますけども、本当に胸打たれる光景でした。三菱の記録によりますと、84年間の間にこの階段を一人で下ることができなかった作業員さん、おおよそ215名もいらっしゃると言われていますね。本当にね、このような名もなき作業員さんたちが掘ったこの石炭の一塊一塊がね、今の日本の繁栄を支えたんだということを、お互いに心の隅に置きながらこの島を歩いてくだされば、供養の一つにもなると思います。第二見学の案内を終わります。すみません、重たかったでしょう。写真を撮りたい方はどうぞ写真撮ってください。ここね、非常に報道関係に人気です。このバックの風景はですね、どうぞ写真撮りたい方は撮られて結構です。